EF111EF114EF11、e e、型は1935年から1937年にかけて日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した貨物用直流電気機関車である。1935年に1、3号機、1936年に2号機、1937年に4号機の軽音量が汽車製造で製造された。 EF10 型を元にし、鉄道省において、初めて電力回生ブレーキを採用した、勾配用電気機関車である。携帯は EF10 型に準じているが、初めから溶接構造を採用した。1から3号機は EF10K1 から16号機と同じだが、リベットがなくなっているのが特徴。1937年3月に竣工した4号機は、丸みがある車体に変わり、 続いて登場した EF56K1 から6号機や EF10K17 から24号機も同様の形態で登場した。形式図形式図当初、1.2号機が交付機関区に3.4号機が水上機関区に配置され、それぞれ上越線、中央本線で使用された。1941年には前期交付機関区に集められたが、 1943年には全期水上機関区に転属した。1936年に1号機を使用して上越線で実施された試験では旅客列車、貨物列車ともに改正率30%以上を記録し良好な成績を収めたが改正制度を導入するには地上設備の改修が必要になるほか鉄道省内の電化に対する 思惑の違いもあって、本格導入には至らず、EEF-11 も4両のみの少数派に止まった。改正制度装置についても、1943年に一部部品を撤去して使用停止となり、戦時中は EEF-10 型と共通運用された。1947年から1948年に、交付機関区や交付機関区に転属する際、2号機を 除く3両の改正制度装置が整備されて使用可能になったものの本形式の改正制度は主管制御機側でブレーキ指令を行う設計でさらに空気制度との連携機構を持たなかったことから空気制度のみの機関車とはブレーキの取り扱いが異なっていた結局再整備されたこの機構はほとんど使用されず1961年に撤去されたなお 1950年12月に ED42K3 台へ EF11 系の部品を転用した改正ブレーキの試験が実施されている。1948年からは交付機関区に配置され、貨物列車の他旅客列車も牽引したが、1957年には八王子機関区に転属して貨物列車牽引に当てられ、 万年には EF10 型と共通運用となって1974年に現役を退き全車廃車された。廃車後は全て廃棄処分されており、現存期はない。ありがとうございます。